ちょっとかなうちだから、あ、今日はかなうちです、かなうちだからできないの、ごめんごめんなさい。え、東京？違う、前回の、あ、そう、前回のタワーのお礼を、次は絶対にやります。かな大活躍やった、本当？あれめっちゃね、裏でねずっと考えてても、それな、そう、なんか面白かった、そう、めっちゃ考えて、あれ、あ、やばい、絶対出るやつしちゃってたやばいね、じゃ一発目はめっちゃ見てたね、それなんか初めて、なんか何も気にしないでやった時があって、それ、普通にその時はめっちゃ受けたけど、やっぱね2回目はきつい。え、でも面白かったよ、めっちゃ、うん、そう、でもみんなに面白かったって言ってもらって嬉しかった、普通に面白かった、ゆいちゃんが爆笑してくれたのが嬉しかった。サッチもねめっちゃ笑っとった、サッチもめっちゃ笑ってた、もう何回やっても笑う、なんか最近かな喋っただけで笑われるんですよ、みんなに、それでちょっと ね, ね、それで笑われました、なんかこたつで寝ててって言っただけで笑われた、何やねん静岡の声がするだって、静岡、うん広島の声やめっちゃそう、かなうの家、かなう、青木地さんハートありがとう、こんばんは、こんばんは、どういうこと、セクシーかすみ姫ってセクシーなことしてないんだけど、どうさんジュありがとう、ズゲチロさんこんばんは、青木地さんハートありがとう、カネッパさんバラありがとう、コウジさんこんばんは、いつものかなう、かなうのノアちゃんがセクシーって、どういうこと、ノアちゃんがセクシーってかすみ言ってた、絶対ノアみもさ虚言癖やん、セクシーどういうこと、セクシー、フレマルさんレインボースターありがとう、カナの部屋、そう、カナの部屋、おはようございます、名曲もらってよかった、鬼軍曹さんこんばんは、ノアちゃんがセクシーを求めるので助けてください、求めてるの、え、どういうこと、ノアちゃんがセクシーを求めてるので助けてくださいって、ねえねえ、かなう、こうやってさ電話かかってきたらさ、うん、切れるショールーム、切れるって上になんか通知が来る、ああ、そういうことね、そう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 、で通知来て、そういうこと、切れはしないけど、なんかバグるショールームが、ああ、時差が起きちゃう、なるほど、ヘイマラさんレインボースターありがとう、ハラキングさんこんばんは、 MV やる、 MV ね、それな、作りたいけど、どこだと思う、カナが立ってるところ、坂道っ子、確かに坂道っ子でしょ、アキリさんレインボースターありがとう、イエーイ、でも私たちに送られてくるのはデジタル離脱できるように毎日頑張ってください、でもあれらしいよ、なんかさあれだからね、セリフでも幽体離脱練習できるように、ん、練習するとできるようになるの知ってましたって言うから、多分できるんだと思います、私はしたことないのでわかんないんですけど、貸すことかな、そう、貸すことかな、やった、笑ってくれてありがとう、セブンさんこんばんは、大ちゃんさん10ありがとう、少しは俺の自分の感じでしまった、あ、見た、ありがとう、コイスカープさんこんばんは、モーニャハートありがとう、平坂さんこんばんは、ありがとう、キャンディー、アキンドさんハートありがとう、タケさんこんばんは、テモイチさんこんばんは、オケミさんこんばんは、前列かすみだけジン、え、そう、自分だけズボンでびっくりした、でもヒョンとヒータもズボンだった、ちょっと聞いてほしいの、これはね、あのマジでダサかったんだけど、その理由があるの、残り2分で家出なきゃいけないって時に服を選んだから、適当に選んだら上下全く合わない服になりました、待って、カズミの話してる、何の話してる、ミエティさんこんばん、キッチンさんこんばん、アルマサトリアさん、ハートありがとう、何の話してた、何の話してた、トモトさんお疲れ様です、テツさんこんばんは、今日も可愛い、ありがとう、ケントクさんこんばんは、モモニャンとアルマサトリアさん、めちゃくちゃハートありがとう、止まる、あ、止まるのね、電話が来たら、あ、そう、これ落とした、なんかセさんこんばんは、カスミンにもセクシーに言う歌入れだって、なんかさ、タメ子の写真を撮ってくださるじゃないですか、ツイテールしてる写真があったんですよ、でそれ、間違えてカナじゃなくてノアだったり、ノアじゃなくてカナだったり、でもツイテールしたのもあって、ありがとう、ピピンさんこんばんは、でノアの名前調べたらカナが出てきて、おやおや、カスミンさんこんばんは、こんばんは、みんなに知られたらいいなと思って、自分たちで MV 作りたい、お金がない、もしかしたらカナの名前知らないかな、めっちゃ作りたいんだけど、頑張りました、名前を広めるために、でカナはいざ結婚して自分たちで作りたい、どんな MV にしようって思う、ギャップが面白かった、カナとの、そうか、いいよ、見出した、
え、切っちゃった。あ、切っちゃった？うん。配信を、配信終わりにして電話かけるとか。あ、そういうこと？うん。確かに。え、ついたってことよね。多分、ついたってこと。帰ろうかな。いいよ。やっぱめっちゃミュートじゃなくて喋っちゃったけど、まあ、いっか。そんな日もあるえ、ミュートじゃなかったの？忘れてた。忘れてた。うん、そうして、ちゃんとミュートにしてましたよ。ちょっと待って待って、15分経ってないけど、さ、わしがさ、ミュートにしてね、ちゃんとね、カスミの帰りの話をしたんだけどね、帰るだからなんだからの話したんだけどうちミュートにしたんだよ、カスミミュートにしてなくて本当危険よ、びっくりした。ちょっと涙が出てきちゃった。大丈夫？感動した？うん、面白いね、君。ちょっと帰んなきゃ、私私帰んなきゃ、やばい。ないから自由すぎるやろ。超危ないよ、その配信。7分しかまだ経ってないらしい。そうなの？うん。あと7分もあるじゃん。それな、怒られちゃうわ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って待って、やばい、また電話がかかってきちゃったから、もうちょっとせかされてるのでごめんなさい。終わります。壇上読みます。13位の方、タカさん、ありがとうございます。12位の方、ゆうゆうさん、ゆうゆうゆうさん、ありがとうございます。11位の方、パプリカさん、ありがとうございます。10位の方、あきんどさん、ありがとうございます。9位の方、ハラカラさん、ありがとうございます。8位の方、大ちゃんさん、ありがとうございます。7位の方、かまねパパさん、ありがとうございます。6位の方、栃木のすーさん、ありがとうございます。5位の方、アルマザドリアさん、ありがとうございます。4位の方、フリマルさん、ありがとうございます。3位の方、青木地さん、ありがとうございます。2位の方、ドンさん、ありがとうございます。1位の方は、モムニャン、ありがとうございます。ごめんなさい、皆さん、こんなドタバタドタバタドタバタ配信で、なんか向かいから向かいが来てせかされてるので、私は終わります。ギフトも読めなかった、読めてなかったらごめんね、スクショしとこう。ごめん、めっちゃなんか自由人みたいな反応、あれをしちゃってる。ごめんね、みんな、ごめんね。おやすみ、バイバイ。あ、オッケー、おやすみ、バイバイ。